はい、どうもです。先日ですね、任天堂ダイレクトという、任天堂さんからの動画で、スプラトゥーン3が2022年に出るという情報を、公開されました。ということで、その公開された動画の中にですね、出てきたスプラトゥーンの新しい武器たち、そしてなんか可愛らしいギアとか、いろんなのが、凝縮されていたので、今回はその武器だけを、ちょっと深く見ていこうかなと思います。昨日出した動画では、なんか新しい新要素とかの、まとめをね、書いたんですけど、今回は、武器を重点的に見ていこうかなと思います。まあ、まずギアですね。ギアはね、なんか白とか黄色とか赤とか、まあ、スプラトゥーンらしいカラフルな感じですね。そんな感じですね。あとはなんか、今まで見たことないギアだったら、この海賊が被りそうなの、バイキングの帽子とかさ。そんくらいか？この逆立ちしてるイカちゃん、なんだカニみたいのついてるのかな？新しいブランドができてますね。はい、この写真。これ多分スプラシューターです。スプラ2ではピンクと緑の形をしていたスプラシューターが多分デザインも変更されて、スプラトゥーン3仕様に変わりました。スプラトゥーン3は黄色と紫が、まあ、メインで多分パッケージの色とかも黄色と紫だと思うので、まあ、こんな感じにデザインも変更されたのかなと思います。はい、次の写真は、これはスクリュースロッシャーですね。洗濯機ちょっと表面のとこ黄色いんですけど、別の写真を見てみると、青にもなってるんですよ。で、この時のイカちゃんの色が反映されてんじゃないかなって思います。なんか、決まった色ではないのかなって。インクによって色が変わる武器なのかなって俺ちょっと思いました。はい、続いて出てくるのが、これがホットブラスターと右側がロングブラスター。多分今までのスプラ2だったら、ホットブラスターとロングブラスターって同じように見えて見にくかったりするんですよ。それを多分見た目でわかるようになったと思います。96ガロンもそうですね。52ガロンと96ガロンわかりづらくなってたと思うんですけど、それを、まあ、ちょっとわかりやすいデザインに変更されたと思います。で、今まで使ってきてた武器の、このダイナモローラーとか、まあ、ちょっとごっつくなってる気もしますが、ちゃんとダイナモあるよという写真です。はい、次の写真を見ていきましょう。これ多分スプラトゥーン3の目玉だと思うんですけど、弓矢を使うことができるみたいです。多分、チャージャーみたいに近くなんだけど、連射も可能。まあ、弱いダメージにはなりますけど、多分連射も可能な弓矢で、曲射も出ないんじゃないかなと思います。中距離から遠距離タイプで、そこそこなんか難しそうですけど、なんか使ったら強そうな、ね、かっこいいですよね。あとなんか飛べそう。なんか噴射してるから飛べそうな気がする。飛べはしないか。はい、続きまして、スプラトゥーン3で出てくる新しいスペシャルだと思います。なんかガンダムで出てくるファンネルみたいなさ、トーピード。スプラ2で言うとトーピードみたいな使い方ができそうなスペシャルですよね。なんか敵をオートロックしてそう。これ多分狙われてんじゃないかな。これに関しては、カニなんだよ。カニは多分これロボット？キャノンついてるな。もしかしたらなんかイカちゃんがカニに乗ることができるロボットなのかな。すげえ面白そう。これ使ってみたい。はい、そして最後ですね。スプラトゥーン1からやっていた人たちはとても思い入れのある武器だと思います。スーパーショット。スーパーショットが復活しました。まあ、これを見てみるとね、なんか、スプラ1のスーパーショットとはちょっと似たような感じはしませんが、見た目、この武器の見た目は似ている。はい、ということで今回はスプラトゥーン3の新武器、新スペシャルで、出てくる武器のまとめの動画でしたが、前回の動画でですね、新要素、スプラトゥーン3の新要素だったり、まあ、次はね、リスポーン地点変更とか、まあ、別の、なんかネタになる動画をしていこうかなと、まとめていこうかなと思います。まあ、これからもちょっと出していくので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、ちょっと戦いに行こうかな。